米国女子ツアーは先週がオープンウィークで、今週は欧米対抗戦、ソルハイムカップが開催される。実質2週間のオフを経て、いよいよ来週から秋の陣へと突入する。今季は9人の日本勢がメンバーとして参戦し、佐藤優香が全米女子オープン、古江彩香がアムンディ・エビアン選手権、を制し海外メジャー2勝。 ルーキー3人も奮闘を続けている。そんな日本勢のスタッツをおさらいしてみよう。今回は、フェアウェイキープ率。同部門はパー3を除くティショットがフェアウェイを捉えた率を表したもの。メジャー一勝のアリセンコープス、米国、やツアー一勝のメーガンカン、米国、といった実力者を抑えて最もフェアウェイをキャッチしているのは、35歳のリゼットサラス、米国。 85.07%という圧倒的な数字で2年連続の1位に向けてひた走っている。高い確率を誇っているが今期のポイントランキングは140位特点。必ずしもスコアに直結しないと言える。日本勢最上位は6位81.53%の古江彩香。トップ10入りは19試合中10度で7月に開催された アムンディ・エビアン選手権ではメジャー初優勝を果たした。ドライビングディスタンスは124くらい、252.09ヤード、ながらも曲がらないショットを武器にこう成績を上げ続けている。その他の日本勢では、14位に稲美もね78.15%、18位に畑岡奈紗、77.42%、21位に西村優奈、 77.01%、33位に西郷馬を74.41%とショットメーカーたちが続く。渋野ひな子は48位、72.76%、吉田優利は63位、71.52%につけている。